STS-69 はエンデバーのミッションであり、ウェイクシールドファシリティの2度目の飛行である。1995年9月7日にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。船外活動でロボットアームに掴まれるゲルンハート11日間のミッションで、ウェイクシールドファシリティの2度目の飛行が行われた。これはサラ型の衛星でシャトルから離れて、 数日間自由飛行した。WSF は衛星を宇宙空間に移動させ、起動させると形成されるほぼ真空の白膜である。スパルタン201天文衛星も展開、回収された。また、乗組員は6時間の船外活動を行って、国際宇宙ステーション建設のための組み立て技術と宇宙服の性能の試験を行った。スパルタン201は、 シャトルでの3度目の飛行を行った。スパルタン201のミッションは、太陽と太陽風の相互作用の調査を目的とした科学研究である。スパルタンの目標は、太陽の外装大気と、そこから過去から地球に吹き続けてきた太陽風への変化を解明することである。STS-69 では、太陽からの極紫外線の長期変動を測定し、 イオに由来する木星の周りのプラズマ間からの極紫外線を研究することを目的とした5機の飛行計画の最初となるインターナショナルエクストリームウルトラバイオレットヒッチハイカーも宇宙に運ばれた。またキャビナリポンプとループマイナスにガスブリッジアセンブリーも搭載された。この実験は計画されるアースアブザービングシステムプログラムと サーマルエネルギーストレージ -2 で用いられる予定の冷却システムの微小重力環境での実証を目的として設計されたキャップル -2 ヒッチハイカーから構成された。また、このペイロードの一部はいくつかのゲットアウェイスペシャルである。宇宙ステーションの開発と関連する他のペイロードにはエレクトラーラシスパフォーマンスインプルーブメントコンセプトスタディがある。 宇宙での水の電気分解による酸素と水素の補給は将来の宇宙ミッションへの NASA のニーズや目標を満たすのに重要な役割を果たす。機体上での酸素の生成により毎年の宇宙ステーションへの補給を約5 4 0 0ラム減らすことが期待される。搭載されたその他のペイロードには飛行中の骨喪失について調査するためのナショナル。 インスティチューツオブヘルスセルズ -4、哺乳類細胞の重力感知メカニズムを調査するためのバイオロジカルリサーチインキャニスタ -6 がある。また商業実験も行われた。クミックス -4 の目的は、微小重力化の細胞変化の分析及び神経、筋肉の発達障害の研究である。サーマルエネルギーストレージは、キャプル -2、GBA-6 の一部の実験である。 手マイナス2のペイロードは微小重力下で繰り返し誘拐、凍結するフッカリチウム、フッカカルシウム強症等のフッ化モノジオの熱エネルギー貯蔵の長期挙動を理解するためのデータを収集するために設計された。この実験から得られたデータはテッサムと呼ばれるコンピュータコードによって正当性が確認された。ありがとうございます。